それでは本日のレフェリーをご紹介します。主審笹沢淳、副審塩澤拓也、同じく副審夏目角成、大きな拍手どうも。それでは両チームのメンバーをご紹介いたします。まずはじめに松本山田氏およびヒーロー with friendly partners、 セカンド1ゴールキーパー、気持ちで戦う男キムデイ、背番号2ディフェンダー攻守バランスを取れたサイドバック中村よしこ、はい、背番号3ディフェンダーだいぶ太ったぞ吉田正選手、はい、背番号4ミッドフィールダー、2007年リーグ優勝を決める試合でのゴールは忘れない小林雄介、はい、背番号5ミッドフィールダー、一度吸い付いたら二度と離れないすっぽんディフェンス斉藤智春、はい、背番号6ミッドフィールダー、走り出したら止まらないスピードスター今井翔太、はい、背番号10フライド、ここぞという時に必ずゴールを決めるスライカーシルフレイト、はい、背番号10ミッドフィルダー、ボールを自由自在に操る男深井宏樹、はい、背番号11フォワード、誰もが認めるヤバのムードメーカー片山雅人、はい、背番号13ディフェンダー、今でも現役衰え知らずの34歳、三本杉隆、はい、背番号14ビートフィーダー、兄ひろみつに手を取らないテクニシャン深江照義、はい、背番号15ビートフィーダー、プレーも渋いが顔も渋いで高さもふさとし、はい、背番号16ミッドフィルダー、松本山田の全てを知る男ミュート11、はい、背番号17ディフェンダー、左右両サイドをこなせる器用なサイドプレイヤー石川光平、はい、背番号19ミッドフィルダー、君以上に努力した選手は見たことがない中村隼人、背番号21ゴールキーパー、存在感抜群でゴール前に立ちはだかる三木ひろし、はい、背番号24フォワード、シュートセンス抜群のストライカー大江直樹、はい、背番号26ディフェンダー、2006年の開幕戦ゴールはしびれたぜ日本一、はい、背番号28ディフェンダー、この人こそミスター松本山田、八幡俊弘、はい、そして監督高橋浩、あれ、はい、松本山が続いて NC 長野パルセイロ OB ヒロウィズフレンドリーパーカーズメンバー紹介です。背番号1ゴールキーパー、長野の新観光名所長野タワースロー雄大、背番号2ディフェンダー、利き足は頭ダンディルファイターモニタリーマサヒロ、はい、背番号3ディフェンダー、長野県出身で最も長野を愛する男土屋慎、背番号4ミッドフィルダー、パルセイロ初代のキャプテン佐野富信弘、背番号4ディフェンダー、忠実に仕事をこなすクラッシャー三橋亮太、背番号4ディフェンダークールで知的なセンターバック谷口浩平、背番号6ミッドフィルダー、とにかく濃いしかし濃いまとめて濃い塚本翔平、
背番号8ディフェンダー半端ない身体能力の持ち主小野達也。背番号9フォワード俺たちの大天こと佐藤。背番号10フォワード天を取らせた彼以上の選手はいない室川和樹。背番号11フォワードこの人なしではパルセルの JFL 昇格はなかったのヨーダユウチ。背番号11フォワード高さスピードを兼ね備えたストライカー富岡大吾。背番号13フォワードゴール前の嗅覚抜群の獅子王藤田誠。背番号16ミッドフィルダー AC 長野パルセイロ永遠のプリンス栗原明宏。背番号17ゴールキーパー甘いマスクが武器の夏目正志。背番号17ミッドフィルダーどのポジションでもこなせるマルチプレイヤー浦島貴弘。背番号18ミッドフィーダープレー顔すべてがイケてる男大塚康晴。背番号19ミッドフィーダー勝利と書いて勝つとしと呼ぶしかしなかなか勝利はやってこない今日は勝つぞ武藤勝利。背番号20ミッドフィーダーピッチの中でも外でも気の利く雑用係野沢圭一。背番号21ゴールキーパー経験豊富で頼れる男加藤。背番号21ディフェンダーサイドを走らせた日本一松浦秀幸。背番号24ディフェンダー地味だがよく走る最後の職人高田和樹。監督臼井宏隆。そして両チームでキャプテンをし長野県で最も愛され最も憎まれる男この男以上に奈良が似合う男はいません。キングオブ信州土橋ひろゆき。本日のために集まっていただきました両チームに改めて大きな拍手をどうぞ。